はい、皆さんこんにちは。こんにちは。さあ、ベガルタステージ始まりました。お願いします。お願いします。この間なんか焼肉の話やったじゃないですか。あ、はいはいはい。空量なんか昔とそんな変わってねえんじゃないかと思って、漫画盛りみたいな、がっつり定食みたいな見なくなったなと思って。あの茶碗てんこ盛りみたいな、なんかボワーンみたいなとかね。あ、そうありましたね。インスタ見てたらなんか仙台駅の近くになんかねあるっぽいのよ。へー、なんか漫画盛りの定食屋みたいな。僕もね一個心当たりあるわ。あ、そう、漫画盛り、漫画盛り豚汁みたいなやつがあるかも。へー。お相撲さんがあの優勝した時に、あ、はい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 、こういうやつ、はいはいはい、よりはちっちゃいですけど。そうだろ。でもね、大体豚汁って片手で持ってこういけるじゃないですか。こう箸持って、うん、こうじゃないですか、うん、汁揺れてこう、はいはいはい、危ないからこう両手でこう、はいはいはい、みたいなのがありますよね。あ、それ食いてえな。漫画飯ってなんかやっぱね、個人経営みたいなとこ多いですよね、うん、おじいちゃんおばあちゃんみたいなね。夕方からお相撲を流れてたりとか。あ、分かる。分かります。はいはいはい、めっちゃいい。ちょっとせっかくね仙台ロケ行くときなんかそういうおすすめ店行きたいっすね。あ、行きたいね。ちょっと教えてほしいな。そうっすね、はい、僕とスタッフさん言うて食べますもんね、多分ね。結構そうっすね、大盛りするタイプだから、うん、そういう店あったらちょっとぜひともね、はい、教えてください。お願いします。ベガルタステーション。この間の甲府戦ね、コメント9個ももらっちゃった。甲府で、甲府で。どういう意味。仕入れた魚が傷んでしまい、ハンバーグで回ってロス屋さん。ね、そう、はい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 、で例えるのが面白いと。あれたまに降りてくるよね、そういううまい例えばね。ハマったな今の例えみたいな。ありますよね。天気メタ感じね。そう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 、はい、別に編集できるからオンエア上ではうまくいってるようになってますけど、はい、だいたい例えてちょっと今なしでみたいなとかよくありますからね。あ、 あるある。これ言っちゃうと次からこれ自信満々で使ってきたんだなみたいな。確かに確かに。なっちゃいますけど、まあ、優しい目で見ていただいて、うん、はい、その優しい目といえばヨシ君には厳しいですねと。まあそうなっちゃいますよな。あ、好きだからこそね。あ、そうですよね。厳しい目で見ちゃいますし、今年はちょっとねノルマも水準高いですからね。そうなんだよな。もっとね出場機会増えてやってほしいんですけど ね、 そうですね。でもなんかあのベンチに入れてくれてるあたり温かいなと思いますけどね。森山さんもやっぱねヨシキの才能にはちょっと引っかかることがあるんでしょうね、きっとね、うん、期待に応えてね爆発させてもらいたいですけどね。そうですね、はい。あとあれですよ、なんか恋文パス、わらって書いてね、はい、恋文パスじゃないですかね、やっぱね。まあまあまあ、そうだよ ね、 ね、期待するのはね。そう、恋文パスなんですよね、はい、そんな普通のパスいらないんですよね。あ、そうだよね。いいんですよ、もう。いや、でも、でもあの普通のパスも した方がいいときない。普通の時確かにね、そうですね、うん、両方できますから、はい、真面目なパスもね、うん、はい、ふざけたパスも恋文も、うん、恋文もどんどんしてほしいところですけど、はい、対戦相手の情報いつもありがたいですと、はい、甲府へリスペクトを持ちつつも今の甲府に勝てないようじゃ自動昇格圏に入るのは難しいでしょうと、必ず勝ち点3をって言って勝ちましたね。勝てないですけど、同点、同点。あれ？そうだっけ？あ、そうだ、同点だ。気持ちは勝ってたよ、ね。あ、全然勝ってきていた。それぐらいの内容、まあ、お互いにお互い結構決定機も多くてっていう感じの。蓋開けてみたら1対1のロースコアってとこでしたけど。ハンバーグは決めたじゃないですか、ぶっちぎって。なんかあのあたりからもう、こっちの主導権ではなかったですよね。終始後ろのビルドアップ怖かったっすよね。あ、それめっちゃね僕も思ったっすよ ね。前半戦の前半はディフェンスラインがあってこそみたいなところの評価があったっすけど、ちょっとこの後半になってきてそのディフェンスラインのなんか対人の強さの部分だったり、うん、イージーなミスが結構目立つようになってきたなっていう印象、ね、ルカをアダユートンぶっちぎられるのきついっすよね。きついっすよね。あとなんか宇高選手のファジーなポジショニングのプレス、はい、うんうんうん、嫌なのはなんか分かるけど、けど頑張ってほしいですよ、あそこ。そうっすね。それに、ね、それにビビんないでほしい。なんか子犬のようだったじゃないですか、うんうん、後ろ3枚ぐらい、まあ、あんな日本人選手いないですけどね、アダユートン、ルカオみたいな、宇高選手みたいないないけど、あそこまず簡単にやられるのちょっときついよね。で
って分かっててまた止められないんだろうね。どこがあるのかなやっぱね。ね。それねしょうがないよね。でもねビルドアップとか前線に枚数かけてるじゃないですか。だからやっぱ中途半端に取られると後ろがねどうしてもそのフォワードアタッカー対コイちゃん姿選手1対1みたいになる場面が増えちゃうから、そこはやっぱ前線もしっかり終わらせるっていうところが、ああそうですね、そうなんない決め手なのかもしれないですよね。うん、あれも気になったんですよ、マセ選手のパスのタイミング、まあ、マセ選手だけじゃないかもしれないですけど、その後ろの選手のなんかタイミング、ビルドアップの時にめっちゃ長澤選手が怒ってたシーンがこの前あって、その前もねあったんですよ。その長澤選手が多分欲しいタイミングでパス来なかったり、はいはいはい、結構マセ選手ミスをしないのがまあ特徴でもあるんですけど、あんまリスクを背負わないからこのパスの選択肢が1個後ろなんですよね、はいはいはい、斜め前の長澤選手につけてたらワンテンポ早くなんか裏取れたり前線に当てられたんですけど、マセ選手はこうリスク管理でコイちゃんとか姿選手に下げたんですよ一回、はいはい、長澤選手がなんかもう、うわーみたいな、ここみたいな、ずっとやったらボール左サイドに行ってるのにずっと長澤選手右のマセ選手見てこう先生やってた、そう先生こう今ここでしょここでしょみたいな、そういうのもなんかもっと決定機作る、あ確かにね、つながってくると思う、うん、大事っすそう一個一個がね、うん、まあでも月間 MVP 取ってるからね、取ったっすねちょっと僕らの方が評価厳しかったみたいな感じになりましたけども確かにちょっと浮かれちゃあかんと思ってたけど、浮かれてよかったっすね、素直にね、4連勝してますし、モックも上り調子ですから、まあ、選ばれてもおかしくないよね。うーん、豪華選手最後の指名に1点取ってほしいねっつって、あそうだよ、お化けムーブしてたいやあの点めっちゃ良かったっすよね、うん、姿選手の縦パス入った時点でもう勝負決まったみたいなとか、はい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 、そこから展開してジョージこの前クロスうまかったな、よかったじゃないですか、もうね、うんうん、ジョージもあれだな、ゴールアシストトータルで10いけそうじゃない、 3,4 ぐらい決めてないから、いってる、いけそうっすね、いけそう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 、みんな着々とノルマクリアしたらそれが勝手に昇格につながる気がしますよね、いくと思います、完全にいけますよね、はい、ここから豪華選手のねゴール量産も期待して、そうですね、行きたいところですね、はい、ただそういうわけで後半戦が始まりますけども、はい、まず1戦目長崎ということで、おお来た、うわーなんか当たりちょっと早いね、なんかもうちょっとこう逆に後半の盛り上がったところで確かに本当の力比べ的なところで当たっても面白かったかなと思いますけど、ここで終わっちゃうか長崎っていうね。さてわけで長崎ですけども、はい、前半戦2位ですね、おおいいとこついてるよね、でしかもルヴァンで勝ち残ってるから1試合少ないんですよね、みんなよりも、まだ18しか消化してない感じの2位、 J1 とか倒してんだもんね、そうなんですよ、浦和倒してとかね、自信を持った状態で戦うっていうか、うん、怖いけども今16試合負けなしですか、しかもその今長崎一敗しかしてないじゃないですか、まあ、その一敗つけたのが仙台ですからね、そうですよね、あの時と全然違うっすよね、多分チームがもうまだ半熟だったのが、うん、そうっすね、ガチッとなってるんだ、ガッチリゆで卵みたいな感じのいやいや重いみたいな、重いっすね、お腹にたまるんですみたいなみたいなとこありますよちょっとあの時だってまだ結構日本人選手でなんか固めていくんかなっていう感じでしたもんね、そうだよね、ジェズス選手とかも途中出場だったしね、おお、そうかっていうところで、あのだからもう1試合目とはもうまるで比較にならないですけど、でもそれでも戦っていかなきゃいけないですから、はい、3連勝あって5連勝あって今リーグ戦3連勝中なんですよね、おお、でこの前ルヴァンでアルビレックス新潟とやって、惜しくも 2-3 で敗れたんですかね、トータルスコアで言うと、ああもう負けたんだ、負けちゃったんですけど、いやでもあれですから、新潟もだって前節首位の町田を倒してる相手ですから、そうだ、それと互角にやってたってことはもう間違いなく J1 に上がってもおかしくない戦力を今持ってるってことですから、うーん、恐ろしいチームですけど、確かに長崎印象は得点力あるよね、あるね、今ねリーグ2位タイ、あれ1位は千葉、千葉なんですよ、なんかあの千葉に似てる気がするよ、千葉の外国人ちゃんといるバージョンみたいな、あーはい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 助っ人がしっかり絡んできてみたいな、あそうそうそう、失点も少ないんですよね、15失点でリーグ2位タイなんでね、これもまた攻守ともにいいよねっていう感じですね、なるほどね、
開幕2戦藤枝仙台ってこう勝てなかったっすけど、はいはい、その後はねしっかりこう下平監督の下で戦術を磨き、うん、プラスその外国人助っ人たちをうまく使うその個を生かした戦術で堅守得点力両方ともにバランスよくみたいな感じですね、ざっくり言うと前半戦、うん、結構あれじゃないですか。そして層も厚いというかどうなのかってとこもあるんですよね、実はね。あ、そうなんだ。後半戦はちょっと前半の戦いを踏まえて、はい、もっとそのチームを深掘りしていこうということで、まず長崎は 4-3-3 っていうシステムでやったんですよね。フォーバック、そうですね、アンカーね、アンカーを置いてちょっとポジションごとにね、ちょっとどういう特性があるのかみたいなのをね、ちょっとやっていこうかなっていうふうに ね、思ってます。まずゴールキーパーとディフェンスってとこですよね。僕の開幕前の予想とは大きく結構違ったよね。連動性と献身性ってとこがね高い守りをね、ちょ前半はやってきたみたいですね。パワーのイメージが結構長崎あったけど、うん、意外となんか柔軟にかつ頑張るみたいなところをね、もうなんかあれなんだ、感覚系で やってないんだ去年のブラジル人自由にせいみたいな、うんうん、みたいなフィジカルゴリゴリでせいみたいな、あ、そうとはちょっとやっぱ違うっすよね。監督が違うとここまでも戦術というか変わるのかっていう、うん、でこの軸となってるところがまずキーパーの原田選手、あの僕てっきりあの若原選手っていう選手ねレンタルで取ってるからだからそっち使うのかなと思いきや原田選手っていう選手を使ってて、でこのキーパーがまたねいいんですよね。クロスのキャッチ数だったりセービング率、あとフィード、こうつなぎですよね。そこが、まあ、J2 のキーパーの中で、まあ、上位に来てると。でこれの数が多いとどういういいことがあるかっていうと、キャッチするじゃないですか、うん、キャッチする数が多いとそのまま攻撃につなげられるんですよね、相手の陣形が整う前に。だから速攻だったり早いビルドアップができるっていうところがキャッチ数が多いこの原田選手使ってるメリットみたいな。であと驚くなかれセーブ率ブローダーセン選手を超えるシュートセーブ率8割っていうね、やば、うん、唯一僕が見たこの今のデータですけど、はい、8割超えてるキーパーこの原田選手だけみたいです。あれ林選手入ってないんだ。林選手はセーブ数が多いですよね。ああ、なるほどね。シュート、まあ、めっちゃ打たれてるってことにもなっちゃいますけど、セーブ数が多いんですよね、はあ、安定したキーパーがいるっていうところ、はい、でセンターバックですよね。くしびき新井選手っていうのが両方ともベテランなんですよね。うん、だからこう経験があってカバーリング能力だったり、まあ、個の能力もめっちゃ高いけど、はい、その経験を生かしてやってる、経験に胸を借りて伸び伸びとやってるのがもう一人のセンターバック、はい、田中選手っていうね柏からレンタルしてきてる。どっちかが出るってこと？あ、そうなんですよ。荒井くしびきのどっちかで、で田中選手が不動のフル出場って感じですね。お、長崎の姿みたいなことですよね。あ、はいはいはい、未だにフル出場してるって全試合フル出場ですもんね、姿選手も。でこの田中選手がまだ二十歳っていうねところなんですけど、二十歳とは思えない体格というかその守備の強さと、あと左足のフィードっていうところがねめちゃくちゃいいらしいんですよ。じゃあ期待されてんじゃんマジで。めっちゃされてますね、まあ、レンタルだからね来シーズン、まあ、いるかどうかは分かんないですけど、はあ、めちゃくちゃ今年のその J1 昇格に向けてはいいピースっていうね。センターバックを3枚で回せるってめっちゃいいっすよね。うん、いい。だって別にワンチャン多分この田中選手がちょっと調子悪かったり怪我したりとか、うん、疲れ見えてってなってもくし引き洗い一気で十分じゃないですか、うん、確かに確かに。で戻ってきたらまた田中選手がこういてっていう、この怪我して復帰してきても無理に出場させなくてもっていう、うん、ずっと姿こいちゃんってやるのはきつい、ね、死んじゃいますよね。やっぱここね知念選手底上げが欲しいですよ ね、 やっぱね、マテウス選手が怪我してるからっていうところ。そうですよね、まあ、そういうのも夏の補強に期待する部分もあるのか、うん、それとも現在いる選手で頑張るのかってところありますけど、このセンターバックがねいいんだよ。なるほど。でも一方でねちょっとそのサイドバックですよね、ちょっとやや手薄感があるのかなっていうね。もともと飯尾選手がね、はい、スタメン張ってたんですけども、まあ、飯尾選手は長期離脱結構序盤でもしましたもんね。左サイドバックはさ米田選手っていう去年キャプテンとかもやってた選手がいて、そこはすごい安定感があっていいんですけど、うん、これ右サイドバックその飯尾選手が怪我で抜けたことによって福岡のクイロナ増山選手がやってたり、はいはいはい、模様丸込む強選手っていう選手がね、室強模様強です、ね、体格
大きく見えたし、突破力もあるあれみたいです、パリ・サンジェルマンのハキミ、あ、そうそうそう、みたいな風に見えましたね。モヨ選手が右サイドバックをやると増山選手が右のウイングになるんですよね。増山選手が右サイドバックやるとマルコス・ギレルメ選手っていう選手が右のウイングやるっていう、ね、あ、それも2パターンできるんだ。2パターンあるんですよ、センターバックと一緒で。そうそうそう、そこもね面白いよね長崎は。はい、はい、ちょっと怪我人が出た時に不安はあるよね。ちょっと1枚ずつしかいないみたいなとか、うん、左に関してはちょっと米田選手一角みたいなところがあるんで、最悪増山選手できそうだけど見えない両方っていうのね。でここでそのサイドバック多分飯尾選手が抜けたから手薄感があるから新加入をね取ってるんですよね。そうなの？そうなんですよ。いつの間に？育成型で名古屋グランパスから成瀬俊平選手っていうサイドバックを取ってて、使うじゃんね。今んところではそんなにそんなにこのやっぱ米田増山模様のやっぱ強いけど、なるほど。いつでも成瀬選手は去年は水戸ですね、水戸にレンタルされてて15試合出場してて、でこの名古屋でも一シーズンで25試合とか十何試合出てるシーズンもあったんですよ。うん、だから J1 の経験もまだ若いんですけど、ちょサイドバックもちょっと怪我とかしない限り抜け目ないなみたいな、はいはいはい、とこがありますね。さあ次はねミッドフィルダーですけど、ああ濃いね。濃いっすよね。はい、好きだなこの逆三角形の、あー、あのバルサ、バルサ強い時のやつね。はいはいはい、ハイレベルな中盤3枚みたいな。はい、アンカーに秋野選手、インサイドにジェズス選手と加藤勝選手って、はいはい、なかなか開幕前に、あ、秋野選手と加藤選手っていう選択肢が、しかも秋野選手って契約するかどうかみたいな感じじゃなかったっけ。そう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 、そういう感じだったんですよ、ね、加藤選手も去年は監督の下であんまちょっとね、あ、数が少なくて出場機会、そうそう、なかなか今年そこにね期待を注いでる長崎サポもそんなにそんなにね多くはなかったんじゃないかなっていう、期待をいい意味で裏切ってくれるっていう存在ですよねマジで、うん、欠かせない存在になってますけど、うちで言うと相良龍之介くんみたいな、ここまでやるかみたいな。でこの三角形全員レフティーなんですね。あ、そうだ、面白い。中盤で全員レフティーってなかなかこう守る方嫌っすよねそうだよね、どこ出してくんだろうとかね、癖あるもんねやっぱね。うん、まあ、それぞれになんか役割がありますよねこの3選手ね。あ、そうですね、まあ、アンカーの秋野選手はまあポジショニングの良さと、うん、バランス感覚の持ち主みたいな。加藤選手はねインサイドハーフなんだけど絶妙にこう攻守のつなぎ役としていい位置取りしますね。しますよね。いやらしいよね、なんかずるいよね、ずるい感じしますよね本当に、はいはい、渋いね津田健次郎さんみたいな、そのあ、そうそうそう、ありますよね、はい、どの役でも役割できるプラス、はい、いい声とあと年齢っていうね、はい、しかもちょっといい役回りに入るよね必ずね。そう、主役じゃないのに主役食っちゃうぐらいのベテランならでの色気がありますから、はい、ほんでもう一人はこの圧倒的な個の能力、わかりやすいね、そうだね、ジェズスみたいな、みたいなね、ジェズスなんですけど本人ですけど、スタッフさんがポグバって言ってたのがわかるわ。あ、わかりますよね、大胆なんで全部が。そう、大胆、なんか大胆なのにしなやかさありますよね。あ、うん、いや、ジェズス選手はフランス人じゃないですけど、はい、フランス特有のとこないですか。あ、わかるわかる、ジダン・ポグバみたいな、この手足長いしなやかさと、うん、その足の長さを生かしたこのなんか振り子みたいなシュートとかパスのなんかなんであんなインサイドであんな強いパス出せるのみたいなとか、はい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 、惚れ惚れしちゃいますよ ね。いや、やっぱフランスってやっぱねロマンティックだ ね。でフランスじゃないでしょ。あ、違うんですよね違うんだよね、なんだろう、その気質あります。だからブラジル人では珍しいタイプじゃないですか、うん、なんかロナウジーニョみたいな、そのテクニシャン的な柔らかさじゃないんですよね、うん、敵ながら惚れ惚れする感じするよね。本場の恋ってやっぱフランスなんですね。ああ確かに。ちょっとヨシキじゃちょっとやっぱり平安時代なのか、まあ、それはそれでいいんですけどね、うん、うわー、古き良き日本と恋の街パリの戦いが見れるっていうところですよね。あ、確かに。うわ、あ、ぶつかってほしいな、ね、恋組争いしてほしいね、ちょっとね勝利の女神はどっちに惚れるのか、ね、いや本当に、うわー、サムネのタイトル決まったそこマジ見どころっすよね、うんうん、逆に言うと正直この三角形強すぎて、うん、どっかが崩れた時不安だなっていうね
要素はちょっとあるんですけど、確か他に入れないんじゃない、その三角形強すぎて。あと怪我人も結構なんかその三角形の部分で多いんですよね。あとナグラッチもいるんですけどね。ああ、確かにちょっと弱いみたいなんですね、今の長崎だとっていうパフォーマンスで、まあ、そこの恋には入れないか。彼の場合顔でいけるから、なんか色気はまだ出てないかもしれないです、ね、そうっすね、ガンちゃんみたいな。ああそうそうそう、あれでもう10歳ぐらい年取った時のガンちゃん怖いだろうなっていうね。あ、色気ついたら。ああ確かに、そりまちくんみたいな。うわ化け物ですね反町隆史のかっこよさってすごい、すごいっす、やばいよね、色気ね、あれね、すごい。加藤勝のポジションあたりいけるよね。いけますね、若くして、若くしていけるとこでの話そうで、そのバックアップのメンバーにちょっとややね中盤は不安があるんですけど、はい、そこでね補強が効いてるんだよね。名古屋から来た山田陸選手っていう選手ね。おお、あそこがねスタメンもやれればバックアップとしてはもうやっぱ申し分ないですよね。しかもアンカーもできるし、はい、インサイドハーフってこの攻撃に変化もつけられるっていうね、この存在、本来はおそらくスタメンで使おうとは思ってたはずなんですけども、はい、サブでも輝けるっていうところ、これがまあ大きいんで、中盤もなかなか抜け目ないなっていうね。あれか、多部未華子さんとか芳根京子さんみたいなことか。ズバリだね、すごいね、ポグバいれば芳根京子もいるっていう。濃いね、濃いでもこれだけじゃない、そうフォワード、最後フォワードいますから、はい、エジガルジュニア選手いて、うん、まあ、そこは決定力のあるエジガル選手を一番上に置いて、うん、で左が、あそう、僕なんか調べた時左やるやんと思ったんだけど、左側が結構ドリブラーを置いてますよね、うん、笠柳選手っていう選手、バックアップメンバーでも松澤選手っていう選手がいるんですけど、こっちもドリブラーなんですよね。左がドリブラーで、一方右がその増山選手が来るか、はい、マルコス・ギリエルメ選手っていう選手が来るかっていう。エンジン系ですね。ああそうなんですよ総力というかね、はいはいはい、そういう系が来てるっていう、なんかもうねお腹いっぱいだね。あお腹いっぱい、もなんかお好み焼きとご飯一緒に食べた感じです、ね、いや本当関西人しかおっしゃっていけないやつねそう、確かにそこにチキン南蛮ぐらいのとこも来てるみたいな。確かに確かに、このエジガル選手もねすごいような決定力化け物ですよね。今11ゴールで J2 トップなんですけど、はい、右足4点、左足2点、頭5点っていう。じゃどこなら点取れないんですかっていうね。確かに。で忘れちゃいけないんですよ。そうだよね、得点を。チーム内得点でいくと、エジガルが11ゴール。で、続いてマテウス・ジェズセンス選手が8ゴール。でですよね。次、6ゴール取ってるのが、ファンマ選手ですよ。うわ、すげえ。スタメンで出てないことが多いですからね。で、今6ゴール取ってるじゃないですか。はい。6分の6サブで出て取ってますから。ああやば。出場時間45分ぐらいですね。だいたい45分いないですよね、うん。交代だから。めっちゃ仕事するじゃん。すごい ね。すごいチームですよ長崎。はい。相手に不足はないんじゃない？そうですね。これ後半一発目で逆に良かったか。はい。ここでバーン勝ったらドーン行くでしょ。まあ今1試合少ないですけど長崎、うん。この時点で今勝ち点は6ポイント差なんでね。はあ、仙台とこれでちょっと冷たいですよね。このまま行くと本当に清水と長崎の独走みたいになっちゃう。ああ確かにそれは困るな。足止めしたいところですけども。この抜け目なさそうに見えるんですけど、うんうん、ちょっと僕なりにここいけんじゃないかみたいなとこをね、お穴ですか、穴を探してみました。おセットプレーコーナーキックとか、うん、あとクロスってところが意外と弱いのではないかっていう、結構ね最初に相手に触れるところ多いんですよね。この前水戸戦でもね2失点してるんですよ長崎が。右サイドからのクロスを合わせられたりとか、はい、コーナーキックの時もニアで先触られてみたいなとこが結構あったんで、対人強くてもそのマークだったり守備の連携だったりっていうかクロスへの対応っていうのがね弱いのかもな。ここ強みにできるなって思ったのが、仙台が最近そのセットプレーでトリックプレーみたいなのとか、あ普通に上げない部分あるじゃないですか。よしきさんの恋文を後輩のね、あそう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 なんですよ高田がドカーンとねみたいなとか、長澤選手が来てもちょっと簡単に放り込むとかじゃなくみたいなのがあるんで、はいはいはい、揺さぶってセットプレーから1点いけんじゃないかなみたいな。
あとクロスですよね。やっぱりオナイウ選手も調子いいですし、この前の甲府戦のゴールに関してもそのゴール前に5枚ぐらい入ってましたから、あの得点シーンの時、今までは2人とかしか入ってなかったのが5人入ってってとこがあって、だからそのオナイウ選手しかりサイドの選手、サイドバックの選手のクロスの精度ってとこかかってるんじゃないかと。はいはいはい。あとどうしてもやっぱ相手の中盤アンカーですからね、はいはい、そこが1枚しかいないんで、どうしてもそこのね、脇ですよね、はいはい、を狙っていくっていうのが定番というか、とこもありますし、やっぱどんどんそこにパス通していって、フォワードの豪華選手とか中島選手が受けて、ジョージ・サガラ選手が絡むのもよし、両サイドバックがこう中に絞ってきて絡むのもよしみたいな、長崎の攻撃時にビビらず、カウンタービビらずね、こっちの攻撃でビビらせていってほしいなみたいな。確かにね、キーマン的なの。長崎のキーマンね、ちょっと僕はもうジェズス選手の恋文にちょっとやられてしまってるところがある。あパリのね、パリのブラジル人ですけど、はい、あそこやっぱどうしてもね、十分すごいのみんな分かってるけども、改めて見てほしいっすよね、はいはい、パワーだけじゃないんだぞっていう、繊細ですよ、めっちゃ分かる。ファーストタッチとかもハートなんか出ますよね、パリの香り、パルファムとかベルサイユ宮殿のバラの香りがパッとするじゃん、花咲きますよ、バースタジャン、あ、確かにパッてなんかみたいなね、わかりますかね、それをね、ドーンっていうなんかね、大砲じゃないんですよね、やっぱファンマ選手は大砲みたいなのがあるんですけど、パッてバラが咲くんですよ、わかる、ね、っていうところをまず見てほしいですね、はい。ベガルタに関してはサイドバックかな、クロスっていう部分と、うん、守備も言うて固いですから長崎、うん、そのリスクを負ってどれだけこう枚数増やしていけるかってところに、サイドバックがね、ボランチよりもサイドバックがこう絡んでいって、外なり中なりをこう崩していってほしいっていうところで、うん、かな、注目はマサイ選手かな、こっちの注目はっていう、うん、僕的にはなんかエジガルが後ろ向いてたはずなのに、なんかくるっと反転してゴール見ないでシュート打ったら意外と入ったりするんですよ、あれいつ見てんだろうみたいなね、ゴールね、それもすごいよな、確かにそう、見どころいっぱいじゃないですか、もうホームですからね、いやーこれ後半1戦目しっかり勝ってね、そうだね、梅雨前にね、梅雨前にしんどい相手しっかり倒して、はい、いや本当にいい形で後半迎えたいですね、そうですね、ここ倒したら間違いなく昇格争いにこう足突っ込んでいけると思うんでね、夏ぐらいまで入っててほしいな、自動昇格圏内、そうそうそう、入っててほしいよね、から本当にしんどい戦いが続くと思いますし、森山さんもしんどい戦いが続くって言ってたんで、ね、より一戦一戦プレーオフみたいな戦いになっていきますけど、そうそう、まあ、あとサポーターもね、気持ちね、ちょっとなんか梅雨だからみたいな、ベガルタ夏なんか弱いしさ毎年そういう傾向あるのかな、そうなんですよね、落ちちゃうよね、やっぱどうしても、どのチームもそうかもしれないですけど、今年はそれ乗り越えられるんじゃないですか、ゴリさんのもとだったら、そうだね、後半戦も多分あっという間ですけども、まずは1戦目しっかり勝てるように応援していきましょう、はい、はい、というわけで今日のベガルタステーション以上でございました、また次回お会いしましょう、さよなら、さよなら。